神は、君たち、子供たちの暮らすこの下界に、刺激を求めて降りてきた。そして僕たちは決めた。この下界で、永遠に君たちと共に暮らそうと。神の力を封印して、不自由さと不便さに囲まれて、楽しく生きようってね。僕たちが君たちに与えられるのは、たった一つ。恩恵という名の、モンスターと戦う力だけ。与えられた子供たちは、その神の眷属、ファミリアになる。つまり、君は僕の眷属。ヘスティアファミリアの、たった一人のメンバーってわけだ。聞いてるのかい、ベル君？ベル君？五階層まで来ちゃったけど、大丈夫かな？なんかいい感じかも。もうちょっと奥まで進んでみよう。うっ！大丈夫ですか？全然大丈夫なんかじゃない。盛大な恋心。僕の心はこの時に奪われた。いきなり5階層まで潜っただなんて。パーティーを組まずにソロでダンジョンに潜ってるだけでも危険なのに。いつも言ってるでしょ？冒険者は冒険しちゃダメだって。はい、すいません。とにかく無事でよかった。今度から気をつけるんだよ。はい。
それで、アイズさんの情報、なんですが。何？もしかしてベル君、助けてくれたバレンシュタイン氏のこと？はい！アイズ・バレンシュタイン。ロキファミリア所属、現在のレベルは5。剣の腕はオラリオでも1、2を争うとされ、神々から授かった称号は、剣の姫、剣姫。そのくらいは僕でも知ってます。そうじゃなくて、趣味とか、好きな食べ物とか。特定の相手がいるのか、とか？そうです！今までそういう話は聞いたことないな。本当ですか？やった！あのね、君は冒険者になったんだから、もっと気にしなきゃいけないことがたくさんあるんだよ。例えば監禁について。バベルの中にも監禁所ができたの。ダンジョンから出てきたら、自動的にそこでお金が入るシステムになっているから、覚えておいてね。あとは、ダンジョン攻略には仲間が必要だから、とりあえず、法上の女主人に行って仲間を募ってみたらいいかもよ。はい！